今年度の嘱託警察犬の審査会が富山市で行われました。嘱託警察犬とは、警察の要請を受け事件の捜査や行方不明者の捜索に協力するワンちゃんのこと。警察が直接飼育や訓練をしている直轄警察犬とは異なり、一般家庭や民間施設で飼われ訓練を受けています。直轄警察犬を持たず嘱託警察犬のみで運用している都道府県はおよそ4割、富山県もその一つです。そうした中、県内の嘱託警察犬の数が減少傾向となったことから、昨年7犬種に限られていた条件を撤廃、どの犬種でも嘱託警察犬になれるように制度を変更しました。今回は20匹のワンちゃんが審査会に出場。服従の審査に挑むのは初参加のホワイトシェパード、クムクム、1歳10ヶ月。ホワイトシェパードはかつて参加条件外の犬種でした。スタート地点から15歩進んだところで方向転換し、その場に縦の状態でワンちゃんを待機させ、ハンドラーのみがスタート地点に戻ります。ワンちゃんと対面後、伏せ、立て、座れを指示するのですが、続いては投げたダンベルを持ってこさせる物品地雷。捜索救助に挑むのは柴犬のチャコちゃん、9歳。柴犬もかつては参加条件外の犬種でした。コース内に設けられた4つのボックス、その中の1つに隠れた遭難者役の職員を探す審査です。
サコちゃんの飼い主の笹川さんはかつて災害救助犬のハンドラーをしていました。犬種の枠が撤廃され、今年の挑戦を決めたそうです。ハンドラーの訓練を始めた頃は、自分の感情をあらわにしがちだったそうですが、思うように動いてくれなくても、辛抱強くワンちゃんに向き合います。この子と一緒に子どもたちに交通安全とか犯罪の予防策を教えていきたいなっていうのもありますし、まあ、瓦礫とかそういうところで体ちっちゃいんで入れるところに入って捜索救助したいなっていうのもあります。チャコどうでしたか？研修の条件がなくなった昨年、審査会に出場して見事嘱託警察犬になったプードルの海ちゃん。ハンドラーさんとの息が合った連携を見せてくれました。嗅覚を頼りに操作や捜索をするワンちゃん。ハンドラーの風向きの見極めはとても重要です。本番直前の指示の確認、調子は良さそうです。去年は出動要請とタイミングが合わず、
活躍の機会がなかったという海ちゃん。出動要請があった時の心構えをハンドラーさんはこう話しました。続いては犯人や行方不明者が向かったルートをたどり落とし物を見つけて知らせる足跡追及。警察職員がルートを作り、その途中に匂いがついた3つの遺留品を置きます。5分の制限時間内に全ての遺留品を発見できるか、海ちゃん。一心不乱に匂いをたどる海ちゃん。目を見張るほどの集中力です。重要な証拠品に触れないようにするため、遺留品を発見した際は伏せるなどの発見動作で知らせます。そして追及再開。ルートを外れず3つの遺留品すべてを発見することができた海ちゃん。見事でした。審査の結果は後日ハンドラーに報告され、合格したワンちゃんは6月1日から嘱託警察犬として1年間活動します。